やば、今日めっちゃラグいかもしれん。頑張ってほしい。一発目から歌います。うるさいから鼓膜に気をつけてください。待って画面が止まりました、止まりました。ママのレディフォーマンショー、たちまち独壇場、レッサーレッサーナ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 ーのレディフォーマンショー、歌舞伎。つけてるつもりは No No、 Oh 無敵に溢れちゃう炎の玉うどん土の上ではしゃげかれ、ドラッタタタワリナナナナナ、 Ready for my show、 遊ぶ気にごとぶき、シャルロシャルロナナナナナ、 Ready for my show、 感情通りに発想通り、シャルロシャルロ、 Hey、破りそうなほどに放る心臓怖い、劇場劇場、イニミニマニモグラ、ちょっとで外国格乱暴してるさの気持ち解放、しゃかりくじみちゃう、サドラバダビカッタラに毎晩が進化してするようなジュース、たまかすなカットなっちゃう、カルマにタルマにタルタンは、ジャバラバダビカッタラに毎晩が進化してするようなジュース、たまかすなカットなっちゃう、トイロのバダウェイ、ご存知の通り、想像しことにほだされても止まらない、衝動に塗装し描いてる Airbreak、 I can't do the uncle na 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 na、 Ready for my show、 異例の危険度、異例な企画中、 na 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 na、 Ready for my show、 一か八か、何はどうもあるご賞はあれ、シャルロシャルロ、イエーイイエーイ。一発目から歌う方式、なんか一発目から歌った方がいいらしいっての聞きましたんで、よいしょ、 BGM 流そうね。こっちがいいな、元気な方、元気な方。ごきげんよう、みんなごきげんよう、ママバルンです。来てくれてありがとう。名前呼んでこ、いらっしゃい、いらっしゃい、ワングちゃん、いらっしゃい、かくらかちゃん、いらっしゃい、サンボちゃん、いらっしゃい、どうもかありがとう。あ、ブルーちゃん、いらっしゃい、よくしててね、ありがとう、来てくれて。はい、1周年最後のママバルンです、よろしくお願いします。特別な日ですねー。1周年タイトルが不安すぎるから変更。いや違う、ちょこれ聞いて、違うんですよ、私これ変更してこれなの、絶対変更しませんからもう。いや聞いてくださいよ、あのね、あの1周年目だから、その初年度を0年生として、0歳としてね、あのもう明日で2周年なんですよ、私たちは。そうだから明日で、明日に行けば2年生終了の資格が持てるということで、まだ1年生だなっていうのがあったわけ、私の中で。そうなんです、だから1年生最後の日歌を歌うよっていうタイトルにしてたら、
いや1年なんて言えばいいの小学校的に言うなら、小学校的に言うなら1年と11ヶ月は2年生だよわははみたいなあのリップを何回かいただいて、なんだよそんなに言うなら消してやるやっつって1年生を消したらこうなったんですよ。うん、これは私とお前たちで作り上げたイミコアタイトルです。でもなんかパンチがあっていいかなと思ってこのままにしておきます。絶対買いませんからね。いらっしゃーい、よくしててねー。あ、なりねちゃん頑張る、いらっしゃーい、よくしててねー。だしんちゃん頑張る頑張る、いらっしゃーい、よくしててねー。いやね、1年生最終日って、いや1年生で帰ってたんだよ。でも笑われちゃったから。小学校で言うと2年生でしょ、確かにね。でも私の中ではその1歳11ヶ月その1周年その2年生、例えば今 VTuber を卒業したら2年生の資格は得られないわけですよ。だから実質2年生終了してないわけですよ、マモンバルーンは。だから1年生って書いたんだけど、なんか全然意味伝わらなくて笑われちゃったから、うるぜー、そんなの変えてやるよってカタカタカタって消したやつです。そう、まあ、だからもうこれでいきます。絶対変えないもんね。うん、あのマモンバルーン、かわいいかわいいマモンバルーンに、変えてほしいなっつってみんなが かわいくお願いおねだりしてくれるんだったら考えてやらんでもないけど、今日はねマモンバルーンね、パソコン2台体制だからね、配信中にもタイトル変えられるんですよ。強い強い、目覚ましき進化、素晴らしいですね。というわけで歌っていきましょう。18時過ぎぐらいまではうるさい歌も歌えるので、うるさい歌、声を上げる歌も歌えるので、ぜひぜひぜひ。ちなみにこのなんか2年生だろって突っ込まれたの、あのさくらちゃんにも突っ込まれたから、そう、なんだよなんだよと思って帰った。ちなみにね、さくらちゃんね、今日のもともとは18時予定だったんだけど、なんか精霊業の都合で20時から開始かなって感じになってるんだけど、あの2222人達成ありがとう配信つってお祝い配信をあのお酒飲みながらやるらしいので、ぜひそっちにも行ってください。せめて概要に、別にやめるわけじゃないよとだけでも、やだもっと可愛くおねだりしてくれたら買えます。ウインクとかしてみせて、ウインクウインク。ママバルウインク下手くそなんだよな、メンバーに言われたけど、言われた、そうさくらちゃんに言われた、違う違う、1年生まだ2年生終了証書もらってないからってあの言ったんだけど、なんかあのさくらちゃん側の意見の方が多かったから、なんだなんだそんなのうるさいと思って消しちゃった。こんばんは、あたしじゃらっしゃん、ありがとう。あ、そう、みんな高評価押してください。ちょっと待って、高評価押してって書こう、高評価。はい、これでもうみんな忘れないでしょう、素晴らしい。さて、 OK、 ではガンガン歌っていきます。ちょっとアドさんの曲いくつか歌っていこうかなと思ってるんですけど、いかがですか皆さん、いかがですか皆さん、アドさんの曲歌っていこうかなと思うんですけど、どうだろう、アシュラちゃんとか歌ってみたくない、どうですか、ダメかな。うん、アシュラちゃんみんな好き、私は好きなんだけど、あとあんまり歌ったことないし、あの正直アシュラちゃん歌ってる時のママバルののどちんこは死んでいる。歌方ララバイでもいいなぁ。いや、アシュラちゃん歌うか、いいね、じゃあアシュラちゃんにしよう、ヒューアシュラちゃんにします。じゃあこっちにも書こう、アシュラちゃん、いいね。そんなうちらが可愛くなんて、ヨルプロを前にしてたらそんなの皆無よ。可愛い。うちらっていうとこポイント高いですね。いいね、ギャル味があっていいですね。あ、グリちゃん頑張る頑張る、よくしててね。よしよし、あれ、セットリスト変えましょう。ショーアシュラちゃん、アシュ、あ、違う、間違えた、アシュ、アシュラちゃん、あ、間違えた。アシュラちゃん、もしかして葉月とさくらは重なりませんか。あ、葉月ちゃんも今夜配信あるのか。もともと私とさくらちゃんが被るはずだったんだけど、さくらちゃんのね、精霊業がねめっちゃ忙しかったらしくて、っていうのをさっきツイッターで見ました。そう、マモンバルーンは今日19時までです。私と葉月ちゃんは被んないのかな。ちょ、みんな二窓で応援してくれ、ゆるプロのこと。5人いるからね、そりゃかぶるよ。そりゃかぶっちゃうよ。
ねん。よいしょ。あ、どうかに窓してくれよな、みんな。よーし、じゃあ、アスラちゃん歌います。なんかあったらリクエストして。なんか今日元気だね、マモマル。違う違う、あれなんですよ。逆に元気なんですよ。レッドブル飲んでる時の徹夜明けの人みたいな感じなんですよ。そこまでひどくないけど。じゃあ、アシラちゃん歌いましょうか。いや、でもね、アダさんの曲を歌わせていただいた歌配信って、なんかね、なんか 5割ぐらいの確率で消えるんだよね、アーカイブ。よいしょ。では、入り見するかも。音、うるさかったら言ってください。ちょっと待って、一回消そう、私は。一回消しましょう。よいしょ。オッケー。では。ねえ、あんたわかっちゃいない。めっちゃ長かったね、映画。わー、いいっすね。あ、そうか、ダンマークで盛り上げてくれ。だらそう笑顔たもとのスカに夢中、化け物の外国と学んでる。選ばれるためなら舌を振る、裏切られた分だけ墓を掘る。エララのズムがどうにかして薄ら寒い言葉ばかりになる。覚えない顔とバイバイできるなら、アシューランだってなれるわ。逃げるスケイスケイスケイボート時のまま飛べるテンテンテンポーズのまま。アンダースタンアンダースタン、どうぞえんまさまざえぐらって、語るスニークニークニーガラシの中跳ねるスキップスキップスキップバツヘのカバー。アンダースタンアンダースタン、いっそほらのずいまでしゃぶって、ねえあんたわかっちゃいない。え、音うるさくない？大丈夫？鼓膜大丈夫ですか？あ、お耳掃除しましょうね、ゴシゴシ。日々の染み置き、あ、もうどうだっけ。切り落ちた彼の獅子はチリチリになる。知りもせずに意味を美意識だとあがめる。疑似餌じみたちにおのしてって愉快なゴーテックのフルコースに壁の面をして帰った。あんな人と踊るぐらいなら悪魔と手繋ぐわ。逃げるスケイスケイスケイボート時のまま飛べるステンステンステンボートのまま。アンダースタンアンダースタン、旅地獄の果てまでロックオン。語るスニークスニークスニーガラシの中跳ねるスキスキスキベスト日のカバー。アンダースタン。エンドでございます。ヒュー、あー、あー、いきなり BGM 流しちゃった、失礼しました。いや、楽しいけど久しぶりだったマジで。あー、どうもから、あ、MT 職ちゃん、こんばんこんばん、よくしてってね。やろうちゃん、とうとう免疫の、効果が切れました、どうもやろうです。そしてにいましたナイメン、そしてやろうちゃんが復活している。ありがとうナイメン、よかったね、よかったねってか、ありがとうね、やるおちゃんもね、受け取ってくれてね。嬉しい、ありがとうございます。アーモンバルンが石油王だったらお前たち全員に投げるのに、メンバーシップギフトありがとう、ありがとう、ありがとう。ジャクソン太郎先生いらっしゃいませ。今日もよく声出てます。本当ですか、本当ですか、だったら嬉しいな、潤そう喉を。アシュラちゃんね、本当になんかマジで喉チンコがさ3メートル先まで飛び出るような感じの歌なんだよな。歌なんだよな、はてな。
たまきありがとう、まちまちもありがとう、あ、たまちゃんいらっしゃい、まちまちありがとう。いやー、楽しかった。冬の終わりなので雪の花は可能でしょうか。あ、いいね、雪の花歌おうか。雪の花もね、なんかこうしっとり系の歌ではあるけど、あれだもんね、意外と中島美嘉さんのでいいんだよね。意外とさ春もんね、これね。雪の花、よし、オッケー。なんかさ、マモンバルンさ、その昔ね、あのその日本に来た時、来た頃にあのバスケやってたのよ。そうで、バスケやってて、でね、そのバスケのせいで腰と膝をね一回その痛めていたのだけれども、それがね最近復活してきてですね、まあ、膝なんか特にお前たちにお話してるんだけど、でまあ腰と膝が痛いわけですよ、今ってかここのとこずっとで痛くて、まあ、治療はしてるんだけど、そんな時にひょんなことからツイッター元 EX でね、見た記事でね、ティラノサウルスはあの姿勢のせいでずっと腰と膝を痛めていたらしいっていう研究結果みたいなちょっとソースちゃんと中まで読んでないから違うかもしれないから調べてほしいんだけど、っていうのを見まして、ちょっと己のルーツを感じましたねっていう話です何の話？何の話？よーし、ほなほな。ほなほな。雪。あ、てかみんな、ねえ、ねえ、いる？いるよね。2周年記念のイラスト見ました？ねえねえ。見まして、皆様。2周年記念のイラスト見まして、ねえ。皆様。鼻水かみます。噛んでまいりました。全然文字が反映されてくれない、雪の花って打ちたいのになんて2周年記念の立ち絵可愛かったでしょ。モンバルンのね、大好きなイラストレーサーさんに描いてもらったんですよ。いやー、めちゃめちゃ嬉しかった。みんな可愛かった、みんな。うん、よいしょ。あれ、ケイダリーマちゃん、こんまんるんこんまんるんこんまるんこんまるん、イラオさんゆっくりしててね。ナミキちゃん、こんまるんこんまるん。ミュート助からないでもミュートせずに鼻かんだらお前たちに汚い音選手権大会優勝の音を聞かせてしまうティラノサウルスはバルーン様のペットではありませんティラノサウルスは私のペットではありません。アブちゃん、バルーン様、アブちゃんいらっしゃい、来てくれてありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、アブちゃん。今日は1周年最後の日です。なので、最初はね、1年生最後の日って書いてたけど、消したので、物騒なタイトルになっておりますが、全然最後じゃありません。なんか多分、普通に、サムネイル見てもらったらなんとなくこう、あ、なんか別に何でもないんだなって思っていただけると思うということを信じて、ご飯食べてられたラジオのように聞きます。あ、いいよ。じゃあ雪の花歌いましょうかね。雪の花も結構大きな声出しますからね。歌ってのは大きい声出すよな急にコマンドみたいなテンションで話し出す。歌ってのはいいもんだよな。では音本当にうるさくない？マモンバルなんかいつもよりうるさいような気がする。まあ、いっか。歩いてる手を繋いで
つまでもずっとそばにいれたなら泣けちゃうくらい風が冷たくなって冬の匂いがしたそろそろける季節が来る今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃないただ君心からそう思った君がいるとどんなことでも乗り切れるような気持ちになってる日々がいつまでもきっと続いてくことを祈っているよ風が窓を揺らした夜は揺り起こしてどんな僕が笑顔へと変えてあげる舞い落ちてきた雪の花が窓の外ずっと降り止むことを知らずに僕らの街を染める誰かのために何かをしたいと思えるのが愛ということを知ったもし君を失ったとしたなら星になって君を照らすだろう笑顔雪の花でした。リクエストありがとう。ダマグマありがとう。聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。いい歌ですね。コナミ感
語彙力なくなったんか。雪の花いいよね、好きなんですよ。うん、ありがとうありがとうありがとう。オケモノ水産、あー確かに確かに確かに音量バランスでね、ありがとうございます。好きなやついいよね。あー待て待て、ありがとうありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。あー待て待て、ありがとうございました、ありがとうございました。んしょんしょ、あー泣いてる。みんな泣いてる。最後、あー嬉しい嬉しい嬉しい。何でも歌う、何でも何でもって言ったかお前は。あの法に抵触しないやつなら何でも歌います。あーまちまちありがとう。さて叫べるうちに叫んどこうか、何歌おうかな。叫ぶ歌、叫ぶ歌、ドラッタタタワニしか今思い浮かばないの。見せ、あーせやなあ、綺麗、雪のバラだわ、綺麗だわ、美しい。んだば。何の方言、んだばってどこの方言。んだばんだばんだば、ボーカロイドば、ボーカロイドば歌えた言葉ってね、急な方言。あの九州の福岡のママ丸が派遣されてた地域の方言だったら喋れます。あの中途半端なんだよね、博多弁じゃないんだよな、そんな都会じゃありません。なんしよっかな、あエラーは喉がな、死ぬからな。エラーってあるのかな、カラオケあるから入れてるのか。あ逆光、いやバカ歌えるのかよ逆光なんて。ダバダダバダダダダバ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 ダダじゃん。何のコマーシャルだっけ、忘れちゃった。忘れちゃった、何のコマーシャルだっけ、忘れちゃった。あブリキのダンスどうね、ブリキのダンスどうですか皆様。あんまり歌わんじゃろ私、でもブリキのダンス噛むんだよな。ブリキのダンスどうですか皆さん、お茶飲みます。ブリブリダンスどうですか、どうですか皆様。ありじゃない、ブリキのダンス歌うかな。いや今日さ多分 YouTube とのラグめっちゃすごいから、あのもしあのリアルタイム感マシマシでマモマルと喋りたい場合、あのマモマルの発言を予測してコメントしてもらうしか。あ日本の味方、あ懐かしい、味方ララ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 じゃん、懐かしい。あネスレゴールドブレンド、ゴールドブレンド、ネスレコーヒーか。笑ってる。ザランブリング、え何それ、何の曲、ボーカロイド。あ失礼、吹いちゃった。これはマイクを吹くと言います。これですね、良くないですね。ポップガードマモマルつけてないんですよ。なんで？いや、ポップガード買うお金がないからです。違う違う。でもポップガードなんかあのタイツとあのハンガーで作れるらしいよ。だからタイマンですねこれは。ありがて、あじゃあブリロー、ブリロー、ブリキのダンス、ブリキの。てかゾイディちゃんに挨拶しなかった、ゾイディちゃんいらっしゃい、来てくれてありがとう。そうやって歌える歌を聞いてくれるのめっちゃ嬉しいよ。ウインクウインク。コンバルン、本日誕生日です。お祝いもらえ、おぉみのりちゃんお誕生日おめでとう、素敵な一年になりますように、ウィンクウィンク。素晴らしい。今日が2月4日でしょ、2月4日、2月4日誕生日の人おめでとうございます皆様。皆様おめでとうございます。いやー本当にね、健康に1年あの過ごしていただいて、嬉しいことも楽しいこともたくさんあるといいなとママ村は常日頃から思っておりますよ。魔王兵のハッピーを毎日念じておりますんで。進撃の巨人ファイナルシーズン、進撃の巨人はね、あのグレンの弓矢とかしか歌えないかも。ブリキのダンス、ポップガードない、ないの？いやマジでないの、欲しいよね。いや作れよって話なんだけど、破れてるタイツなんてママ丸絶対なんぼでもあるじゃんね、あんなにストッキング破くんだったら。そうです。でもさなんかちょっと破れたぐらいじゃさなんかもったいなくない？だからなんか破れたまま履いてるよ。衝撃の事実。
メタルがいい。ブリキのダンスってメタル？マイク服 ASMR。 耳ごそごそ言ってますか？でも今多分10人ぐらい逃げた今。魔王兵から脱走兵だ、捕らえろ、逃がさんぞ。誕生日おめでとう。あーいいね、素敵な温かいコメントなんだわ、素晴らしい。いやもうお誕生日おめでとうございます。いいですね、魔王兵が増えれば増えるほど毎日誕生日になるんで、みんな毎日あのケーキ食べても怒られませんよ。僕魔王兵だからっつって。ではブリキのダンスを歌いましょうか。よいしょ、ブリキのダンス、メタルボブガード。そういうことか、歌か、歌じゃなくてボブガードの話か。ボブガードね、メタルボブガードか。あれやっぱ音的に違うのかな。私さ、メタルポップガードでそのガードした 音声と、あと普通のそのよく見る黒いやつ、プラスチックなのかな、わかんないけど、のポップガードで、あ、いやプラスチックじゃない、なんだあれは、なんかこうモフモフした素材がついてるやつで撮った音声聞き比べたことがないからわかんないんだけど、あのね、やっぱね、メタルポップガードだとなんか妙に緊張するんだよね。なんか柔らかいポップガードだとなんか嬉しくなる。助かるパスカル、ほんとっすか？ほんと？先生 ASMR ありがとう。笑っちゃった。月のワルツはいかがですか？あ、じゃあ月のワルツはあの19時前ぐらいに歌おう。あのまだ叫べる時間帯だから大きな声で歌うやつ歌いたいな。もっけちゃん、おこんばんは、おこんばんは。今からブリクリブリブリブリ、なんてなんて噛んじゃいけない髪型したけど、ブリキのダンスを歌います。ブリキのダンスを歌います。失礼しました、噛んじゃいけない髪型したね、なんかね漏れてましたけども、ちょっと待ってくださいね、音源準備しますんで、ちょっと待ってね。バカじゃないの。ちょっと待ってください、もうちょっと待って、どこにあるんですか、ブリキのダンスオフボーカル。お待ち遊ばせ、お待ち遊ばせ、これこれか、本当これだったのかな、ちょっと一回一回チェックします。チェック入ります。はい、チェック入ります。水の証もいる。水の証？何、水の証って初めて聞いた。あ、同じ電光さんの曲、スタジオだとメタルしか見たことないな。私どっちか、あーでもそうか、私ゴブゴブかも。ダイナミックならスポンジでもおすすめですわよ。ウィンドスクリーンで出ます。スポンジ、あ、なんかこうかぶせるやつだ。あ、大好き、あのダイナミックマイクにかぶさってるの大好きです。あのスポンジのやつ、なんかこう灰色のやつ。無理しないで、失礼しました。失礼しました、ブリっちゃいました、ブリっちゃいましたね、ブリグリかと思って。いや、ブリキのダンスでございます。ブリブリザイモンのダンス。それ愉快だな、愉快だけど裏切りそう、とても。先月誕生日でしたの、おめでとうございます。マモンバルと一緒じゃん、マモンバルも先月誕生日だった。お誕生日おめでとうございましたぐんじゃん。エニシング、あ、いいね、じゃあブリキのダンスの後エニシングゴーズ歌いましょう。よし、オッケー、ちょっと待って、ちょっと待って、あのこれをこうしてね、オッケー、あ、間違えた、なんで消すの、オッケー、ズドン、オッケー。噛んだらごめん、噛みそう、いくよ、音量大丈夫かな。ブリキのダンス、あ、鼻水垂れてきた、まずいぞ。さあ、はなんだけど、しょう持ち寄って反響で沈んだ衝動、はばらい現状、一見石鹸申し書、どれにおいあらめ、アバターの身体系、斜めの現状、ブリキと宗教、ラルラリ唱えろせい、あー、ひざかんだ、ひざかんやんだ、これ歌詞別で出そう。
なんてしようと思ったのけど、はかぶら説法シャカシャカ選挙真っ赤んとかないどんしょ、どれどれグルーへ先ずんで死んでけ、決まんないんちょ決めんのレッドドクラグ叶えろ、不気味なてここにあり、理性の目結びなき厳す返せ遠くに忍ぶ君の瞳は、サンダマイナークドでサンスクリット柔道系えぐり抜いたことをせかせせかせ、さよかなそぼうウィンガム操作戦闘に中に濡れた空がガッと鳴らせ、アドセント埋めぜ柔道のためめに揺れたどないさまわれ踊れ、無爆戦闘中盤メガ竜を殴るバッバラなるバリブリキのダウン。本当に大丈夫か？カシ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 、急げ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 、カシカシ。全力展開鳴らしの流体系積もった進行石でつらっとエンコメントの浸透バラバラグルーへアバターラはめて下にコントレザクショード赤目のバラは死んでるような吠えるバカバットギターで張り詰め心臓シシケモンド無理傷と元凶どうどう不慣れアバターラフードへクリシナ誘導アリシナインドドクラグ今や不気味な手なことなり理解などとありなき鬼神撃てよ遠くに潜む影の手引きはサンダマイナーショートでサンスクリット柔道系たったに触れた日々すたれすたれさぞかんだそばでそっとのなせどけ真っ赤に濡れた空響け響け総力ボート流線形ゴータケンは衝動性ピンチヒットのノリと裸けるどれもう爆戦闘中盤目が飾る巷で噂のブリキのダウンどこどこどこ埼玉の駆動でサンスクリット駆動系えぐり抜いた鼓動を咲かせ燃やせ太陽感な遊ぼう変化の操作前頭で全くもって鼓動がダンス腕を取って泣いてサンスクリット駆動系もう信者踊る一曲もろくもう全途中盤目がもうごとくお手手を拝借ブリキのダンスバン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 無力のダンスでした。楽しゅうございました。よいしょ、舌を噛みました舌を噛みましたね。ふう、塩沢さんの声はしこ、本当にそう。塩沢さんの役で何が好きですか皆さん。私グレイフォックスですね。あとはクレヨンしんちゃんで言うならブリブリサイももう好きなんですけど、暗黒たまたま大追跡のラベンダーさんが大好きです。よろしくお願いします。ふう、ありがとうありがとうございます。大丈夫ですよ。大丈夫、よかった、ありがとう、助かった助かった。あ、なんかありがとういっぱいだ、嬉しい、ありがとう、みんな聞いてくれてありがとう、ありがとうありがとう。名前呼べてない子いない、石谷ちゃんいらっしゃい、よく出てね。もりもり叫ぶ歌を歌っているよ誰キモい人だちょっと胸筋が幅があるキモい人だ。もりもり歌っているよ。なじまちゃんありがとう。水の田中リエさんか、うわめっちゃいいんだろうな田中リエさん、お声綺麗。あのさ、マブカプ、マーベル VS カプコンっていうゲームがあって、この世にはマーベルのキャラクターとそのカプコンシリーズ、カプコンさんが出してるゲームのキャラクターが、ま、戦う格闘ゲームなんだけど、マーベル VS カプコンっていうので、私はマーベル VS カプコン3をよくやってたんですけど、モリガンのね、あの日本語ボイスが田中理恵さんなんですよ。それがね、まあ好きでね、間違ってないかもしれない。23秒近くラグあるのか頑張り、いやマジでやばいよね、マジやばい。23秒のラグってやばくない？23秒のラグってさ、ねえやばいよね。まあでも頑張っていきましょうだからあれですよ、ワンモンバルの言うセリフを予想してワンモンバルの言うセリフを予想して、あのお前たちにコメントしてもらわなくてはならない。懐かしい映画見方よかったね、本当に。ごきげんよう、ランランごきげんよう、ご機嫌いかがですか皆様。
まあまあ元気です。明日がユグドラシルプロジェクト2周年記念なんでね。まあまあバルーンはね、びっくり、1日休み取れたの、びっくり、ありがてえ。だからちょっと朝のうちにね、ちょっとちまちまっとした作業を終わらして、で夜の準備をねしたいと思います。で明日はねジムも休みだから、そのジムのね、そのもうちょっとお休みなので、そのジム自体がなのでジムにも行けないのでお家で筋トレします。デマンド様、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 どなた様、ちょっと待って、私知らない人だ。デマンド様、デマンド様、プリンセスダマだ。あー、セーラームーン、セーラームーンはね、ヤドーマルジージがですねすごく得意。音は音楽がバルンさんの声を遮ったら、ありがとう、助かる、ありがとう、それめっちゃ助かるわ。じゃあ Anything Goes を歌いましょう。 Anything Goes、 人間界と魔界ではしょうがない。ここは普通に日本なんだけどね。そう、まあまあ、日本でにアジト構えて活動してるから、ここは日本なんだけど、どうしてかな、なんでだろうね、正気が舞い上がってるのかな、マモバルのアジトの周りに。あとはあまり心配しないでほしいです。あー、助かる、ありがとう、明日が楽しみ。わかる、私も楽しみ、とっても楽しみだわ。え、どっちお借りしよっかな、いつもお借りしてる方お借りさせていただこうかしら。ねえ、もしさ、仮面ライ平成仮面ライダーのオープニングエンディングでオフボーカル公開されてて、企業税でも使っていいよって言ってらっしゃる方を見つけたら、何とぞマモバルまでお伝えください。本当にお願いします、本当にお願いします。ではエニシングゴーズ歌いましょう。うん、失礼。自宅に AT フィールド貼ってる。マモンバルーン、いつの間にか気づかないうちに、お買い物するのにメリメリメリってしなきゃいけないの、お買い物に出るのに。 Anything Thing Goes、 Anything Goes。 では次は大黒摩季さんの Anything Goes ですね。こっちでも書こう。落ち着け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 、よし、オッケー。セトリにも書きましょう。アシンシアリーはすいません、まだ全部覚えてません、ごめんなさい、本当にすいません、本当にすいません。マモンバルーンは全然歌覚えねえなこいつ、本当にごめんなさい、ごめんなさい。枠を取ろうね、枠を取ろうね、うん、枠を取りましょう。覚えてない歌をマモンバルーンに叩き込む枠を取りましょうね。本当にすいません、本当にすいません、本当にすいません。嬉しいんですよ、みんなからおすすめしてもらうの。 Anything Goes、 Anything Goes 楽しみ、 Anything Goes、 いや、いいよね、好きだわ、やっぱいつまでたっても平成ライダーが好きだなと思います。とてもオーズの主題歌ね、そう、オーズの主題歌です。オーズだったら普通にメダルの曲とかも何曲も歌えるんで、もし見つけたらキャラソンも歌えます。キャラソン、仮面ライダーの挿入歌だったら、そのオーズのメダルの曲、なんかガタキリバとかラトラーターとかシャウタとかサゴーゾとか、そこら辺と、あとあれ、マッハのテーマソング、仮面ライダーマッハのテーマソングだったら歌える。他なんか歌えたかな、ちょっと覚えてませんが、覚えてませんが。よーし、では、ミシングウォーズ歌いましょう。あ、OK。では。ラップパートはお前たちだからね。夢も見ない、みんな状態、それはいいけど、運命は君ほっとかない、結局は進むしかない、大丈夫、明日はいつだってブレーク、自分の口は自分で決めるものさ、心が熱くなるもの、満たされるものを探して、Like I said, 本気出して戦うのなら負ける気
ないで、うちに秘める自信が大事。その手を比べ並んだって意味なくない、一抜けしよう。大丈夫、みんなと違ってもいい、別々それぞれだからさ、奇跡的。でした。ありがとうございました。よいしょ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 。ダマクありがとう。うん、フライングダマク見てたよ。フライングダマク見てたよ。ウィンクウィンク。ブトテラ。あ、ブトテラ。その話する？ホームで言ったら私はタジャドルが好きだけど、でもその。スーツアクションを見る観点で言うとやっぱタトバが一番いいかな。やっぱタトバがね、一番体のラインとかが分かりやすいので。心ぴょんぴょん、ナッツ考えるふりしても、なんだっけ、なんじゃ。すべての曲を知っている歌手がいるでしょうか。歌える曲ならいいです。ありがとう、ありがとう。優しい。ドライブの2号ライダー、もうほんとに一目惚れだったの。お前で見せることできないけどね、マッハといっぱいお写真を撮ったの。握手会も参加していっぱいこう写真を撮ったから、それを見せたいけど見せることができない。なぜなら見せられないからだ。著作権的にもダメだからだ。マッハが大好きなの。マッハが好きなんですよ。ね、バルーン様の歌うシャウタ絶対な。嬉しい。なんかシャウタ滑らかだもんね。なんかこう曲調がね、ノリもいいしさ、なめらかだよね。コンボ曲歌える、歌えな、好きシャウター。 ありがとう、まじまじまありがとう。やったーやったやった。ちょっと待って、お名前呼べてない子いない、呼ばれてないよって子を当ててあげてくださいね。楽しい、かっこいい、イエーイ。私も楽しい。汚い、びっくりしちゃった。マモンバル喜び方が汚いわ。それだけ嬉しいということよ。ほんとありがとうございます。こちらこそ、リクエストありがとう。そしてニューアジア免許はありがとう。ナイギフありがとうございます。ナイスギフト、ありがとうございます。フルネームで言った、ナイスギフト。にわしちゃん、ナイスギフト、ありがとうございます。今年じゃない、今月もしようね、メンゲンね。メンゲン何しよっか、何しよっかね。鼻水かめます。ナイギフ、ナイギフ。曲の感じはラトラータとプトティラが一番好きですよ。あー、そうね。でもプトティラはね、その女性マモバルンのその女性ボーカルで歌うのはなかなか迫力が出んのよね。ブッドディラノザウルス出ないですね。ラトラータワンちゃん。では続きまして何歌おうかな。
何歌ったかな。あの白まんじゅうのあの恐竜ジャーのショート動画を切り抜きで上げておりますんで、なんか元気がなくなった時見てください。なんかバカみたいに楽しそうなんで、多分元気が出ると思います。なんかいろんな特撮のね、あの仮面ライダーは平成は結構何でも歌えるんだけど、戦隊がね、まだあんまりこう履修できてなくて、あの曲をね、だからもう本当に一部になってしまうんですが、戦隊の曲も歌いたいねなどと申しておりますが、今何時？18時19分。早くない？19時までって言ってたよ、マモンバル。短くない？岸田さんはいいぞいいぞ、岸田明さんはいいぞ。こんばんは、アンシールズさんいらっしゃい。本日も美しいです、バラさん。ありがとう。ありがとう。またマイクボフった。やだやだ。これさ、マイクボフったとかってさ、こう言うとさ、今まで気づいてなかった子たちもマイクボフるの気づき始めちゃうから、やだやだ、なくした記憶。なしなし、今の。なしです。誇り高きアイドル、いかがですか？誇り高きアイドル、誇り高きアイドル、じゃあ何の曲だい？いかが、頑張るな頑張るな頑張るな、よくしててね。なんかこう叫べる歌を今のうちに歌っとこうぜみたいな、そういうあの流れがある。あるね。アンヘルとかってさ、みんな好きですか？私大好きなんだけど、アンヘルなかなか表で歌わないんですよね。私は好きなんだよ。私はマルコだよ。よろしくお願いを頼みます。うっせぇはこないだ歌ったもんね。うっせぇは歌った。逆光もこないだ歌ったもんね。パンダヒーローね、久しぶりに歌ってもよろしいかなと思いますが、響かせ響かせ、ひとりんぼえんび、あ、クラクラはごめん、まだ歌えないけどリストに入ってますね。愚か者です、これは。ふむふむ。池田雅子さん、池田雅子さん、池田明子さんみたいな声で、そう。何？私のそんな人様の声を模倣できていた？あ、もう丸。自分もポタティラ好きですね。暴走系好きです。あー、牧博士強かったね。本当に。いや、まあ、バル、みんなオーズ見てください。でもね、今ね、ウィザードがね、あの東映の公式の YouTube のオフィシャルで、ウィザードが1話ずつ公開されてるんで、ぜひよろしくお願いします。ウィザードはかっこいいんだよ。ウィザードはですね、あの普通に戦闘シーンとか通常シーンとかで、あの入ってらっしゃるスーツアクターさんと、あとバイクのスーツアクターさんと、あとマーシャルアーツのスーツアクターさん、3人でウィザード演じてらっしゃるから、もう見どころ満載なのよ。しかもマントがヒラヒラしててかっこいいんですよ。マントがあったらかっこいいに決まってんだから、というところまで、あの興奮させていただきました。私だ、待たせたな。あー、エジダイラーさん、ゆくしててね。サブリナ、サブリナ、サブリナはあれしか知りません。なんか昔、なんだっけ、あの黒い猫とやってた、なんかアメリカのドラマ、アメリカ海外のドラマ。さくらんぼお願いした。あ、さくらんぼ、あ、確かに。この間歌わんかったもんね。さくらんぼ歌おう。さくらんぼ。日本昔話のナレーター様、見えてるみたい。あー、美しい。めっちゃ美しいじゃん。そんな美しい声を出せたということ、私。ブレイドオープニング歌えますか？一期の。一期ってどっちだっけ？ブレイドのオープニング、ちょっと待って、歌詞出す。ブレイド。ブレーブレーブレーの方？オープニング。どっちだ？相川七瀬さんの方かな？よいしょ、さくらんぼを探しつつ。よいしょ。たった一人きり。君の存在がいつかの方、世界のすべて変えるだろうの方、もう一つなんだっけ、なんだっけ、あ、心に剣輝く勇気確かに閉じ込めてか、どっちも好きだす、どっちも好きだすね。植木の法則オープニングのファルコっていけそうですか？あ、10名さんだ、いらっしゃい、曲していってください。ファルコは植木の法則は見てなくて、すいません、すいません。ファルコってあるのかな。でも昔の有名アニメだったらありそうだよね、カラオケ音源ね。ウィザードの衣装ヒラヒラするのかっこよく好き。わかる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 、あんなんね、あんなんで
てマーシャルアーツされたらそんなのみんな好きになっちゃうよね。ブレードも公開されてて昨日最終日だった。あ、そうなんだ。じゃあ今日からはウィザード見ましょうね。みんなウィザード変身ベルト持ってたな。あ、マジか。ウィザードは何にもおもちゃ持ってないや。ウィザードでなんかフィギュアを持ってたけど、フィギュアとかその何、ソフビだ、ソフビフィギュアじゃない、そんな大層なもん持ってない。ソフビだってあれだけど立派だけど。漫画日本昔話は市原悦子さんから。へえ。苗木風ありがとう。苗木風本当にありがとう。そっちです、そうです。あのもう相川七瀬さん、めっちゃ昔めちゃめちゃカラオケで歌いまくってた。いや、いいな、歌いたいね仮面ライダーの歌。もう音源さえ作れればマホンバルンが歌えるのだけれど。もう一回がむず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 いなので、もう一回のとこ、よいしょ。でももう一回のところはお前たち任せようかな。え、さくらんぼって高いよ。マモンバルンの喉から大塚愛さんの声出ると思う？いや、でも何事も挑戦だ。急に渋い。あ、待って、書くの忘れてた。さくらんぼって書かなきゃ。よいしょ。サブリナは家入りレオさん。おお、家入りレオさんの曲むずそう。一回も歌ったことないけど絶対むずいよね。さくらんぼ。オッケー。今ファイズの映画やってるんですよ。ファイズね。ファイズね。いや、それね、見に行こう。そのね、このチャンネルでもコラボした高田恵宏っていうシンガーソングライターの人覚えてますか？もう長らくコラボしてませんけれども、コラボしようっつって忙しいからさ、お互い。あのね、高田恵宏も仮面ライダー大好きなのよ。そうだから、ファイズの映画は絶対見に行かんといかんよねみたいな話をして、とうとう来てしまいました時が。龍騎とかファイズとかオープニング好きでした。龍騎は松本梨香さんだからマモンバルも歌いたいし、ハツキちゃんにも歌ってほしい。やっぱ松本梨香さんの歌っつったらハツキちゃんのイメージあるな。ね、こまずこんばるこんばるーん、さあとしくんみたいな感じ。こんばるーん。今からさくらんぼ歌います。かわいいよ。ほんとかよ。びっくりしてってね。さくらんぼ高くはないですが早くて、あ、確かにね。もう一回、多分勢いで言うもんね。では、いや、歌えるのか？歌います。あ、愛し合う二人、幸せの空、隣同士、あなたと私、さくらんぼ。え、初めてもしかして歌うの？そうでもないか。手帳を開くと、もう2年経つなって、やっぱ実感するね。なんだか照れたりするね。そういや、ひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、中身がいっぱい詰まった甘い甘いもの、合ってんのかい？泣き泣きの一日、自転車の旅や書き表せないだ。合ってる合ってる、本当ですか？もらったものはそう愛を感じ、あげたものはもちろん全力の愛です。やっぱいいもんだよね。合ってる。共同作業罰ゲーム、思いがけなく歴史はさらに深いけれど、一つでも欠けてたらとんでもなく足りない、足りない、足りない。二人の絆、笑顔咲く君と抱き合ってたい。もし遠い未来を予想するのなら、愛し合う二人、いつの時も隣同士、あなたと私、さくらんぼ。
ながっちゃった。あー、ありがとう。弾幕が綺麗、桜もある。笑顔咲く君とつながってたい。もしあの向こうに見えるものがあるなら愛し合う二人。幸せの空とらりどうしあなたと私さくらんぼ。そうするのなら愛し合う二人。いつの時も隣のわしあなたと私さくらんぼ。愛し合う二人。いつの時も。はいはい、本当？愛し合う。隣同士あなたと私さくらんぼ。タタタタラララララララ。ところどころ本当がありましたが、さくらんぼでした。どうもありがとう。かわいいかわいい。本当？かわいかった？かわいかった？よかったな。うん、あ、愛の手もありがとう。生グもありがとう。綺麗だわ、綺麗だわ。なあ、嬉しい。日暮らしもいらっしゃ、来てくれてありがとう。ありがとう、ありがとう。ほなほな。あ、18時30分か。これ、ちょっと声抑えめになった方がいい？いや、まだ歌わせてくれ。まだ歌わせてくれ。あつきはさくらんぼをしながら拷問なら泣き、拷問なら泣きました？どういうこと？どういうこと？どういうこと？水を飲みながら少し休んでください。あ、そうだね。確か水飲もう、お茶飲んでなかった。あー、まちまちありがとう。拷問なら泣きました。パワーワードですね。拷問は大方の人が泣くと思います。さーて。さてさてさーて。お寿司食べたいな。急に？Q です。いつだって Q です。ボーカロイド歌えたい。アンヘル、アンヘル歌えたいな。アンヘル好きなんだな。バラバラな。ベノムも歌えるようになりたいな。ペッペッペノム、ハリバシが歌ってたね、ベノムね。さくらんぼさくらちゃんにカラオケで歌ってもらいたいなね。僕は君のさくらんぼになりたいみたいな、そういう気持ち悪い愛の手を入れたい。迷惑迷惑ですね。やめましょうね、こういうノリね、カラオケでね。本当です。いや、拷問が本当なの？どういうことですか先生。あー、まずまずありがとう。あ、TK マジいらっしゃい、来てくれてありがとう。ここらで一発マムンバルンのお箱言っときますか。お箱って何？お箱って何ですか？わかりませんが、ミセスグリーンアップルさんの曲はね、比較的ね、歌いやすいんですよね。ボーカロイドが歌いたいな、今日は。気持ち的にボカロ、ボカロ有名で調べたら出てくる。有名ボカロ有名。マジでごむん、コメント泣けました。コメント、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 コメント泣きました。コメント、どうした？悲しいことがあったのかい？悲しいことがあったのかい？マモンバルの歌声を聞いて元気になってくれ。そうだな。最近の人気の曲って何なんですか？猫ミームしか知りませんが。マモンバルでも猫ミームの8割ぐらいはそんなにそんなに好きじゃないんだよな。普通に見せてくれ猫ちゃんと思っちゃうんだよ。どうしましょうか。あ、そうだ、マモンバルのさ、リストに入ってるやつを見ればいいんだ。ジョイサウンド。あ、でもログインしなきゃいけないんだ。ダメだ。ダメだ。バルーン様、拷問の時間です。もぐもぐ。それが拷問というのですか？マモンバルーンは。でも、ご主人様のためにならない拷問は受けません。拷問ってそんな選択できるわけ？MB ベビー、MB ベビー歌えないんですよ。
誰？定期的に声の汚い人出てくるね。シャルルね。シャルルアリ。あー、まあでも、その昔っていうか平成の曲を歌うのもありだな。千本桜とかさ。うん。千本桜とか、ブーブーブーブリキのダンス歌った。響かせとか歌えんのかね、ママル。太陽系ディスコ。ティッ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 ティンチ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 ン。暗いかな。スーパーに流れてる曲がだいたい YouTube で流行る曲曲の。確かに。そうか、そうなると、夜遊びさんとかかしら。怪物とか歌いますか？怪物。怪物あれじゃない？最近歌ってなくない？怪物好き？みんな。みんなが好きな曲歌いたいね。だってあともう30分しかないんだよ。短い短い。なんか、ないですか？再生リスト、概要欄に貼っております。この中からだったら多分間違いなく歌えると思うんで、本当かよ、本当です。本当？嘘つくな。お前歌えない曲もあるだろ？そうだね。鼻に亡霊？鼻に亡霊ってどんな歌だった？いかがですか？鼻に亡霊ってどんな歌だった？うわ、ナッツ右肩の蝶。右肩の蝶。ちょっと待って、右肩の蝶の利用規約。右肩の蝶。じゃ、右肩の蝶じゃない。右肩の蝶。インストで調べたら出てくるかな。右肩の蝶。ピアプロ。ノリピーさんが挙げてらっしゃる。嬉しい。ノリピーさんの名前を書いて、収益化をオフにしているのであれば、歌っていいそうです。歌えますか？右肩の蝶。水星羽も、あ、それもボカロ？知らない曲が多い。ママまれね、2009、10、11、12ぐらいが得意かも。え、もしかしてその世代ですか？水星羽もって。知らない曲が多いわ。よし。右肩の蝶を歌いましょう。うひー、久しぶりに歌う。ちょっと一回。やん、やんやんやん。海スは好きです。怪獣は好きです。怪獣？海ス？怪獣？右に頭も右肩の蝶。二つなみたいなね。右肩の蝶。よし、では。あ、待って、セットリストまた書いてなかった。愚か者め、愚か者め。よいしょ。右、ちょっと待ってくださいね。超半か。薩摩川さんがやってた超半博打の一発ギャグ好きだったんだよな。右肩の超半かっていうやつ見てください。超半博打ギャグで調べたら多分 YouTube ですぐ出てくると思います。の、ちょ、右肩バタフライです。右肩の蝶懐かしい。わかる。だっていつの曲ね。じゃ、いや、しばらく練習 してないから、ボロボロだったらすいません。でも前回の歌うがもうすでにボロボロだったんで、あれ以上ボロボロになることはないと思います。本当かよ。では、蝶々キスをしたこの部屋の隅で切ないという、あ、これレン君バージョンだっけ。ピクピアの不協和音、レンさんバージョンを歌っておりました。失礼いたしました。もはや時代劇、時代劇。Yeah.
のジョーでした。ひゅー、いっぱい忘れてましたね。次のが始まっちゃう。やめてください。ダメです。ダメです。残念ながらダメです。よいしょ。いや、懐かしいですね。懐かしい。あ、ダマがありがとう。ダマがありがとうございます。よいしょ。よいしょ。あ、鼻水が出てきた。よいしょ。いや、久しぶりだった。いや、いいですね。ちょっと待って、ちょっと待って。入れとくわ。入れとく。入れとくわ。入れとこ右肩の蝶。いや、いいですね。再生リスト入れときましょう。鼻水むずむず。いや、懐かしい歌でございました。いいぞ。ありがとう。プリンセスプリン、私は XJAPAN プリンセスプリンセスくらいなので、最近の曲は歌はよくわかりません。プリンセスプリンセスって昔なんか一曲人前で歌ったことあるような気がする。私なんだっけ、何の曲だっけな、忘れちゃった。懐かしいところ指したまである。いや、懐かしい、いいね、良い選曲でした。あー、もちもちありがとう。じゃあ、あと2曲ぐらいかな。2曲してちょっとお知らせして終わりにしよっか。声優志望さん必見のお知らせがありますんで、よろしくお願いします。ムン、では右肩の蝶の流れでなんかないかな。右肩の蝶の流れでこういう感じの歌ないかな。鼻水ジョビジョビだ。あ、ロミオとシンデレラ、懐かしいですね。ロミオとシンデレラってありなのかな。
あ、でも高いからやめた。高いのは嫌です。高いのは嫌だ。ちゃんと歌えるやつがいいです。ずっと大好きなシンデレラですね。のりぴーさんの曲って言ったらね、あのガクポの曲も好きなんですよ。神様僕は幸せにってやつ、あれいいんですよ。人柱アリスって歌っていいのかな。昔のさ曲だとガイドラインを作者さんが出してないパターンが多いから、あんまりこううかつに歌えないよね。なかなか難しいところがございますけれどもね。あ、ダブラリね。ダブルラリアット、ちょっと検索してみよう。私歌、ささくれ P さんの曲が歌いたくて歌ってくて仕方ないんだけど、ガイドラインどこにもないんですよ。知ってる人いたら教えてください。ささくれさんの曲ね、めっちゃ歌えないんだよ。本当に歌えない。大好きなんですよ。あー、じゃあダブルラリアット。ダブルラリアット。アゴアニキ P さんですね。あ、あんじゃね？アゴアニキ P さん。ダブラリオッケーっぽいっす。うわ、マジか、いいね。ダブルラリアット、いいですね。ありがとうございます。ミクミキにしてあげる、ミクをバルンに変えて当たった。バルンバルンにしてあげるってこと？なんか別の意図を感じるねそれね。どういうことってなりそう。君のことバルンバルンにしてあげる。どういうことってなりそう。ダブラリ入れましょう。うれしい。ディケードの主題歌もガクトだよ。ガクト様ですね。エネセンダーディケード。かっこいい。オンザロン、誰も旅の途中ってやつですね。かっこよい。歌える曲に。ダブラリー。バルゾンがボカロのボイスいければいいんだが。ボカロのボイス、ボカロのボイス、あ、なに、マモマルの声がボカロになるってこと？あ、待ってます、企業さん、よろしくお願いします。ルカルカナイトフィーバーってどうなの？ルカルカナイトフィーバーはないの？ルカルカナイトフィーバーのガイドラインはあるんですか？ルカルカナイト、あー、なさそう、なさそうですね。ルカルカナイトフィーバーはないのか。クローバークラブ、あ、クローバークラブ知らない。ムチ、ムチムチバルン。西川兄貴のミーティアはどうですか？西川さんの曲はね、私、戦国バサラの主題歌になってるやつと、あの、何曲か、そのゲームの方とアニメの方、戦国バサラの曲と、あと、革命デュアリズムしか私歌えるのないかも。あと、ホットリミット。ホットリミット、ダブラリフー、懐かしさに誘うぜ。魔王兵にとっては忠誠の意味だと思います。何が？どれが？バルンバルンにしてあげる。何持つの、ネギの代わりに何持つの。この赤い髪の毛着脱可能だから持つか。バルンバルン、何か揺れて、おやおや、何か揺れているな。一体何が揺れてるんでしょうか。じゃあダブラリ歌う。なんか他になんか懐かしいのあったら。メリーバッドエンド、あ、ベリーバッドエンド知らないやつだ。バッドエンドがつくやつだとバッドエンドナイトしかわかんない。デレレッテッテレレレレレレッテレレレレレッテレレレレのやつ。なんか人柱アリスとかそういうなんかこう全員で歌うやつをゆるプロで歌ってみたいんだよね。人柱アリス、あとそのバッドエンドナイト、あとなんかミュージカルのあったじゃん、なんかミュージカル、その不思議の国のアリスっぽいやつ、ミュージカル初音ミクみたいなやつ、あれがね、妄想、あ、妄想勢、妄想勢結構最近のやつのイメージある。ほんとか。もう何年も経ってるんじゃない。妄想勢は歌えるけど、でもなんかこうちゃんと覚えてるわけじゃないから、次回歌うか、じゃあ妄想勢探して入れとこう。妄想勢はね、確かね、歌っていいはず。大きいメロンが2つ揺れてる、あー、美味しそう、出荷だ出荷だ。ダメです、このメロンはあのご主人様のみのものなので、まあ、ご主人様に受け取ってもらえるかっていうのはまた別問題になってくるので。悲しい話をさせるな。悲しい話。妄想勢、妄想勢はね、確かね、歌っていいよ。あ、待って、そうか、妄想勢はダメだ、デコニーナさんでしょ。妄想勢はダメなんですよ。デコニーナさんのは別途許可をあの取らなきゃいけないので、確か企業勢は。だからデコニーナさんの曲は歌えないということは、弱虫モンブランも歌えないのでは。
多分音源インストは多分使えないと思う。恋戦か、恋は戦争、私恋は戦争。特にちょっとなんかピンとくるのがなかったらこのままダブラリを歌います。恋は戦争インスト、あー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 あああ、うん、ガイドラインはなさそうだな、なんかなさそう。りょうさんどうなんだろう、問い合わせしたらワンチャンいいのかも。いつも歌ってるメルトはね、あの生音カラオケ屋さんがカラオケを作成してそれを公開してくださってるから歌えるんだよね。マトリオ、マトリオシカね、マトリオシカはなんか前も歌った気がする。ガバンパルンそれゾイディちゃんが揺れてるけど大丈夫？確かレン君でファ、うわーファイヤフラーいい、なんかジューベンさんめっちゃいいとこ出してくれる、すごいすごいすごい。ファイヤフラワー、ファイヤフラワー、だってファイヤーフラワーさ、ハツキちゃん歌ってなかったっけ？違いますか？ファイヤーフラワー、あ、ファイヤーフラワーありじゃない？待って、ファイヤーフラワー、ディリティリリティリリティリリリリティリティリリティリリリ、これはこれは本家の方が公開してくださっていて、おいで、あ、収益化オフにしてたら歌っていい、ありがとうございます、ありがとうございます。ほな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 、あ、アレンジ違う、カラオケファイヤーフラワー、ファイヤーフラワー、これじゃないの、ちょっとだけ流してみていい？あ、お前たち聞かせないようにすればいいんだ。よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ。お前たちに聞かせないようにすれば。え？トゥトゥルトゥ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 。カラオケを作成しました。ちょっと待って、オフボーカルを見つけられないという愚かさ、恐縮です、こちらこそビシッ。ちょっと待って、とりあえずファイヤーフラワーはどれをリストに入れればいいんだい、僕は全くわかりません。とりあえずこれを入れさせていただく、これを入れさせていただいておこう、忘れないうちにね。ファイヤーフラワーは歌っていいって作者さんが言ってくれてるよという意味を込めて。ボーカロイド曲をたくさんご存知でしょう、もちろん知らない曲もあるんですけれども、私は本当に最近の曲よりはあの昔の曲の方がよく聴いてたなって感じ。ダブラリ歌う、高いけど半径、深海少女はいかがで、深海少女はね、深海少女しかわからないそこだけ、そう、深海少女、よいしょ。じゃあ最後ダブルラリアット歌うか、じゃあダブルラリアット歌いましょう。深海少女めちゃめちゃ友達が歌ってたな、よいしょ。初めての音とかも歌いたいね、初めての音は何でしたかってやつ。あとマチゲリータ P の曲を歌っても良いという許可が守られは欲しい。じゃあ最後はダブルラリアットでお前たちのことを殴り飛ばして終わりにしたいと思いますなんでそんな暴力的なこと言うの、いい歌だからね。ダブルラリアット、では最後の曲聴いてください。最後の日、え、ねえ、 お前たちだって今日1周年の私最後だよ、明日会う私はもう1周年の私じゃないんだよ。さよなら。いや、もう明日になったら今日の私はいないから堪能してくれよな。え、半径合ってる？わかりませんが、では85センチがこの手の強度距離、今から振
わあ、ダブラリ聞くとちょっと泣きそうになっちゃうんだよな。回りながら飛んでいくんだろうな。さようなら、さようなら。回ることが楽しかった、このままでいたかった、ただ回ることを続けてたら、どんな低くね、忘れていた周りの仲間たちが、自分よりうまく回れるのを誓ったな、一言ごとつぶやいて諦めたふりをしていた。半径250センチはこの手の届く距離、今から動き回りますので離れていてください。懐かしい、後ろで市長がラリアットしてる。回ることも楽しかった、このままでいたかった、ただ回ることを続けてたわ、報われると低いのでない、いた周りの仲間たちは、自分より高く回れるから、知ったから、眺めるのは振り泣いた、いとすねた振りをしていた。半径5200センチはこの手の届く距離、今から飛び回りますので離れていてください。あー、飛び始めた。さっきザンギエフも後ろにいました。うわー、どうもありがとう、綺麗だ。昔の自分が見たら褒めてくれるから、目が回り軸もぶれてるけど、23.4 度傾いて眺めた街並みは、いつの間にか見たことのない色に染まっていた。半径6000この手の届く距離、今ならできる気がしますので離れていてください。半径80センチがこの手の届く距離、いつの日か回り疲れた時はそばにいてください。懐かしい、ダブルラリアットでした。よいしょ、ありがとうございました。ダブルラリアットでした。よし、 OK。 止まれ。あれ、よし、 OK。 待って待ってね。あー、ダマがありがとう、ラリアットもありがとう。ラリアットもあれ、ラリアットいいな。ピンクの着物でラリアットいいな。あちまちありがとう、ありがとうございます。ゴーシーいらして来てくれてありがとう。サラダサラダサラダ、終わる前にちょっとね、お前たちに告知が、告知っていうか、ちょっとね CM があります、コマーシャルが。はい、あー、画像用意できてないかもしれないけど、マモラ天才なので、もしかしたら画像を出せるかもしれない。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。ただいまから申し上げますのは、我々がですね、所属している声優事務所ユーリンプロからのお知らせになります。はい、モモバルーンたちがね、所属させていただいているユーリンプロですね。お前たちも興味津々しんだと思うんで、そこからの告知になるんです。ぐわー、ちょっと待って、おいおい、嘘だろ。いや、じゃあ絶対俺、あったー、天才かもしれない。あ、俺天才かもしれない、これですよ、これこれ、覚えてる？お前たち、去年の話ですけれども、覚えてますか？こちらでーす。ですね、現在、ユーリンプロの養成所、ユーリン声優ナレータースクールですね。この、前回の徹底解剖の配信では、名前を間違えるという、絶対に犯してはならない罪を、
あのユグドラシルプロジェクトを犯してますので、改めて覚え直していただきたいんですが、ユーリン声優ナレータースクールです。はい、のですね、スクール生を現在募集しております、ヤレンプロ。はい、で、演技はもちろん、ナレーションもしっかり学べる、ユニークな授業会授業形態で、声優もナレーションも両方できるプロを、目指せるようにと、まあ、授業が行われております。ナレーションね、ナレーションができたらかっちぇよ芝居ももちろんだけど、ナレーションもそのマモンバルンもちょっとあの授業をね体験させていただいたことがあるんだけども、あのやっぱね、ナレーションにもこう芝居のこう何ポイントが、芝居で学んだことが生かされてるし、生かさなきゃいけないシーンが出てくるし、逆もしかり、なんかナレーションで学んだことを芝居に引用することもなんかあったので、なんでこれ両方学べるっていうのはなかなか良いのではと思います。うん、なんかやっぱ武器を一度にたくさん習得できるあの形態になってるので、ちょっとね、声優でか、いや、なんか声優としてお仕事していきたいなと思ってる子とか、お芝居とか、そういうその声を使った何かしらが興味があるという子は必見ですね、と思います。だから声優もナレーションも両方できるプロを目指せるというわけです。なので、このスクールでね、ぜひ夢への第一歩を踏み出してもらえたらなと思います。はい。詳しくはあの配信概要欄に、ユーリン声優ナレータースクールの URL 載っけてるのと、あと、この前にね、あの名前を間違えました、もう超愚か者の配信がございましてこの今サムネイル出してるやつですよこの5人ですね、うん、これはあのウォンテッドですね、これ嘘ですこう徹底解剖ということで、その URL もね、あの下記にあの概要欄に貼ってますので、そちらからぜひぜひあの詳しく見てください。1時間であのユーリンプロのこの養成所とか、あと毎年やってる人材発掘オーディションっていう、その養成所 の, あの入賞希望の締め切りとは別に締め切り設けて、まああのユーリンプロとしの声優としてあの活動したいですっていう、まあ、いわゆるオーディション、うん、だからそう養成所経由とかじゃない可能性もある、そこでオーディションで受かったらっていう、そういうのもやってるので、それについてもこの、徹底解剖でね、ぜひ見ていただけたらと思いますね。はい、よろしくお願いします。草そうなんですよ、間違ったんですよ。いやもうだから愚か者、いや覚えてくださいね皆様、良いですか、ユーリン声優ナレーター養成所です。はい、でちなみに言うと、この間あの25日に全員で集まって告知した時も名前間違ってたそうなんでマジで、ね、ユグドラシルプロジェクトの存在が消えないことを祈っておいてくださいいや、やっぱさ、なんかこうあの台本ね、あの、まあ、例えばいただいて、あの例えばナレーション撮るよとか、なんか何か読み物撮るよとかって収録するよってなった時に、やっぱね、名前は間違っちゃいけないよっていうのをよく言われるんですよね。自社内で、事務所内でそれを犯してしまうという、このね、覚えておいてください、この5人のね、面をねこの5人ですからやらかしたのはよろしくお願いします。ナレーションできたらいい、そう、ナレーションはね、強いってか、やっぱナレーション、ものすごく勉強になるし、やっぱできたらすごく、もう超強い武器になると思うので、私の確か30年だけ若かったらと思いますが、悲しいです。あ、年齢制限ないよ。そうなんです、年齢制限ないんですよ。この徹底解剖でも言ってるんだけど、あのマモンバルンが見学させていただいた授業とかでは、あの結構そのご年配の方とかも、その例えば、何、学生卒業したって間もない子と一緒にあのナレーションの授業を受けてらっしゃったりとかしたので、だから本当にあのやりたい、そういう仕事をやってみたい、仕事についてみたい、学んでみたいって思う子は、あのひとまずホームページ覗いて損はないと思います。はい笑っておりますけれども、この人たちがあの罪をね犯した5人組ですという感じになりますんで、うん、なんかわからんこととかあったら、誰のマシュマロでもいいので、あの投げてくれたら答えるしっていう感じです。うん、わからんことがあったらね、ぜひぜひ、なんか、うん、事務所のこういうとこどうなんみたいなの気になるのがありましたら、ぜひマモンバルにでも聞いてみてくださいというのと、
というのと、まだ帰ってない？みんな帰らないで、配信が終わるまで基本的に帰らないで。そんなおね、俺たち私たちだって忙しいんだからね。あんでかい、ごめんなさいごめんなさい、本当に本当にごめんなさい失礼いたしました。はい、じゃじゃん、こちらですね。明日はですね、また吹いた、ごめんね、ま、ごめんね見てみようかな、昔声優目指したし、あんなあんな、ぜひぜひ見てみて、面白いと思うよ。ナモンバルンと声劇しよう。いや、声劇は別にあの声優じゃなくてもできるので、あのぜひみんな遊んでください。ウィウィほえほえ、これですね、2周年、ゆるプロ2周年記念の配信がですね、明日の19時スタートで、各メンバー30分ごとリレーで19時、19時半、20時、20時半っていう風に、繋いでいきます。結構ね、準備がバタバタで、そのやっぱお前たちにこれだけは逃せん、これだけは絶対見せたいというあのものがですね、やっぱ我々にもありまして、そっちに注力するあまり、他のメンバーがその30分間で何をするかっていうのを全く知りませんそうです。で、マモンバルーンは19時30分から歌を歌おうかなと思うとおります。はい、で、まあ、先に言っとくと、その生音風カラオケ屋さんの音源のみを使わせていただくので、あのなんかスイッチ切れてないよとかっていうあのご心配は、そのスパチャのねスイッチ切れてないよっていうご心配はあのご無用ですと、あの先にあの言っておきますので、よろしくお願いします。そう、いつも言ってくれるからね、本当ママが切り忘れてることが多いのですいません本当にそう、急にあえぐよでかすぎました。こんな顔にピンときた、あーサムルちゃんいらっしゃい。そうです、こんな顔にピンときたらユーリンプロです、来てください、よろしくお願いします。そうで、やっぱ養成所の、入所申請にも期限があるので、ちょっとマモバルも見るけど、この後なんで、お早めに概要欄の URL からチェックをお願いいたします。はい、2周年です。サムネエロいな、ゾイディちゃんはいつもそのことばっかり考えてるねねえ、愚か者だわ。まあいいんですけどね。日本語がゴミけどいいだよ思うですか？日本語が得意じゃなくてもってこと？でもさ、なんかこうやっぱこう声を仕事にしていくってなったら、バイリンガルなのはすごい武器ではと思う、めちゃめちゃ。だってやっぱなんかこう丸々語喋れます、その自分の母国語以外喋れますってなった時に、それじゃあなんかこういう系のナレーションお願いしたいですってなるもんね。あ、すごい武器だと思うよ。で、19時からは、2周年記念の話ですね、明日の19時からは葉月ちゃん、19時半からは私、20時からは夜道丸じいじで、20時半からはエンジェルアリバシプリンシパリティで、さくらちゃんがね、ちょっとね、本当はこの時間の中にさくらちゃんも一緒にリレーして、最後に全員集合でみんなでいろんなね、いろんなちょっと告知とかご紹介とかさせていただく予定だったんですけれども、ちょっとさくらちゃんがもうどうしても精霊業でどうしても難しいということだったので、まあ、なんとかギリギリまでそのなんとか通話をつなげないかみたいなことは今裏で話してるんだけれども、さくらちゃんはね、今月の24日かなが、さくらちゃん自身の記念日ではあるので、そっちでさくらちゃんはまたその何ね、盛り上げ、その何おめでとうということで、で5人全員で集まるのはまた改めてにする方向にするかどうしようかねみたいな話を今しております。さくらちゃんなんかお昼からやれるって言ってなかったかな、ちょっと今割と当本清掃しておりますんで、また詳しく分かったら発表させていただきますが、よろしくお願いします。声優でバイリンガルは最強ある、いや本当にそう。私のね、友達が中国語と英語とあと日本語をめちゃくちゃペラペラで、なんか本当に歌もうまいし、声もいいし、ナレーションもいいし、芝居もいいしうひーっていう子がいるんですよ。だからやっぱ武器だなと思います。2周年おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとう、こもちゃん。やっと2周年になりました。明日です。明日の19時からですね、21時の全員集合の枠。さくらちゃんももう、あの、ワンチャンワンチャンつなげたら電話つなぎたいなとママもろも思ってますが、もし集まれたら5人で、お前たちにとびっきりのとびっきりの、告知がありますんで、ぜひ見に来てくださいね。19時半も来てよ、ね、来てよ、よろしくお願いします。晩御飯の時間かもしれんけども、19時半も来てくださいね、よろしくお願いしますよろしくね。各メンバー30分だけだから、30分だけだからね、よろしくお願いしますよ。そう、30分だけだよ、30分だけなんで、よろしくお願いします。よろしくお頼み申し上げます。中国語すごいな。すごいよね。なんか悔しいけど悔しいけど、いや違う、なんかね、なんか その子とは仲いいんだよ。仲いいっていうか、その別に仲悪いわけじゃないし、そのすごい付き合いが長いのよ。 10年ぐらい付き合いがあるのかな。なんかね、なんかいつもこう ライバル的じゃないけど、そんな感じなんだはい、行きます。いやー嬉しい、来てきて、来てください。お前たちに歌わかります。映画の吹き替えとかね。映画の吹き替えね、ねえ、ママバルも待ってます。うわ、調子乗ってるこいつ企業さん、なんか吹き替え待ってます。いや、ボコボコにされるこれ、やめよやめよ。いや、なしなしなし。いやでも本当に冗談抜きでね、さっきのね、これですね、こちらですね、こちらですね、本当に目指してますとか、声で仕事がやりたいですとかいう方には絶対おすすめなので、ぜひぜひぜひ、わからないことがあったらマンモンバルに、どういうなんか疑問点とかね、不安なところ、不透明でわからないところがあったら、ぜひお問い合わせでもいい、事務所に対して。なのでお試しください、よろしくお願いします。いきます。ありがとう、待ってるよ。19時からですからね、全体よろしくお願いしますね。さて、というわけで今日も来てくれてどうもありがとうございました。よし、 OK。今日は白まんじゅうのご出番はなかったですけれども、いつか白まんじゅうでね、もりもりと歌おうくしていきたいなと思っております。この後は、多分はつきちゃんの枠が始まる？始まってるか、さくらちゃんの枠が始まる？始まってるか分かりませんけれども、多分さくらちゃんの記念配信もあるし、はつきちゃんも配信あんだよね。分からん、アリバヤシとジージは分からんけど、アリバヤシはなんかやってそうだな。ジージは多分夜中からやるんじゃないでしょうか。あ、でも分からん、明日記念配信だからその準備でお忙しかもしれない。ママまるもこの後ね、ちょこっとだけ任務があるので、その在宅ではあるんですけれども、なんで頑張っていきたいと思います。チャレンジ精神が足りないのでしょうか、それとも今までやってきたことを捨てるのが大変なのでしょうか。何が、何の話、何の話、どれがどれが、誰の誰の話、今までやってきたことを捨てるのが大変なのでしょうか。今までやってきたことを捨てる、捨てる必要はないと思います。まもまる遅れないようにしないの、イエーイ両手を外に向かって伸ばしました待ってるよ。ということで今日も来てくれてどうもありがとう。またまもまるの配信とゆるプロの配信とゆるプロメンバーの配信でお会いしましょう。それじゃあ、お前たち、またねー。